シーザー・オーガスト・ヘルナンデスは、ベネズエラ・カラボボ州バレンシア出身のプロ野球選手。ウトリョーダ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。愛称はセシータ。フィラデルフィア・フィリーズ時代2006年7月2日に、フィラデルフィア・フィリーズと契約して、プロ入り。2007年、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・フィリーズで、プロデビュー。54試合に出場して打率。 276、2 27本類打、21打点、6盗塁を記録した。2008年もルーキー級、ベネズエランサマーリーグフィリーズでプレーし、60試合に出場して打率。315、1本類打、24打点、19盗塁を記録した。2009年はルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズでプレーし、41試合に出場して打率。 267、18打点、13盗塁を記録した。2010年は A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズでプレーし、65試合に出場して打率、325、23打点、32盗塁を記録した。オフの11月19日にフィリーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2011年は、 AAQ クリアウォータースレッシャーズでプレイし、119試合に出場して打率。268、4本塁打、37打点、23盗塁を記録した。2012年はまず AAQ レディングフィリーズでプレイし、103試合に出場して打率。345、2本塁打、51打点、16盗塁を記録した。八月にトリプル a 級 リーハイバレーアイアンピックスへ昇格。30試合に出場して打率。248、6打点、5盗塁を記録した。2013年3月14日に、トリプル A 級リーハイバレーへ移動し、そのまま開幕を迎えた。5月29日にメジャーへ初昇格し、同日のボストンレッドソックス戦で、メジャーデビュー。7回裏に代打として出場し、2打数無安打に終わった。 9試合に出場したが、6月12日にトリプル A 級リーハイバレーへ降格した。9月1日にメジャーへ再昇格した。この年メジャーでは34試合に出場して打率、289、10打点を記録した。2014年は開幕ロースター入りし、6試合に出場したが、4月11日に A 級レディングへ降格した。 5月13日に最小格、46試合に出場したが、7月21日にトリプル A 級リーフイバレーへ降格した。最終的には、前年比で約倍増となる66試合に出場して打率、237、一本塁打4打点、1盗塁という成績を記録した。2015年は、中心選手のチェイスアトリーに代わって二塁手のレギュラーの、 座をダッシュ、127試合に出場して打率、272、1本塁打、35打点という成績を記録した。また3塁打を4本放ったほか、チーム2位の19盗塁を決めた。2016年は2塁のレギュラーの座をキープし、155試合に出場。打率、294、6本塁打、39打点、17盗塁を記録した。 2017年は128試合に出場して打率、294、9本塁打、34打点、15盗塁を記録した。2018年は161試合に出場して、打率、253、15本塁打、60打点、19盗塁を記録した。2019年は161試合に出場して、打率、279、14本塁打。 71打点、9盗塁を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2019年12月29日に、クリーブランド・インディアンスと625万ドルの単年契約を結んだ。2020年オフの11月1日に FA となったが、2021年1月29日に、インディアンスと、 単年500万ドルで再契約した。オプションとして2022年は球団側が選択権を所持する。2021年7月29日にコナーピルキントンとのトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍した。ありがとうございます。